聞こえますか？僕です。コメントはこちらで見ます。ちょっとお待ちください。どうも。今日は中途半端に髪の毛をちょっと切ってしまいまして、中途半端だったんで、本当はアマゾンでポチったんですけども、ちょっとマイクこっち持ってきてもええ？アマゾンで、バリカンを購入したんですけど、ちょっともう今日やりたいなと思いまして、今日、今からちょっと坊主にします。はい、聞こえてるよね？これはその今まで応援して見てくださってた視聴者に対しての、誠意を見せれたらと思うんで、よろしくお願いします。ここにミリ数とか書いてあるんやけど、これが一番短いか。じゃあこれで今、ごめん、6になってるわ。 これどうやって3にすんねや。こうか。できました。痛えな、足で。段ボールに髪の毛入れていくんで、よろしくお願いします。いきます。いきますよ。いきます。見えてない。ピントがずれてる。ごめん、マイクここやった。ごめん、ピントずれてる。これで大丈夫か？てか俺さ、坊主って人生でしたことねえのよ。これ痛くない？今んとこ痛くないけど、3ミリって。マイクこっちやわ。これって痛くない？カメラを下げろ。3ミリでも痛くないよな。これ、できてる？できてるわ。うわ。どうなってる？めっちゃ白髪生えてるわ。いろんな方にご迷惑かけました。本当に申し訳ないです。どうなってる？
すいませんでした。絶対いつか応援してくれてた時の配信に戻します。あ、マイクここやった。いつか応援してくれてた時の配信に戻します。みんなが面白いと思ってた時の配信に戻します。すいませんでした。え、どうなってる今。ごめん。え、今俺ありえない頭してる？ちょっとここありえない頭してない今俺。しょうがない。自分があり。ちょっと待ってな、6ミリになっちゃった。こうか、はどう？うわあ！え？毛がねえ。触って気づくわ。毛がねえわ。こ
こんなことなるんだ。この毛が長くね。断ち切れ。配信が一番大事なんです。もう一度チャンスをください。段ボールから毛がはみ出すぎてます。バリカンが逆？こう？すいません、気づいてなかったです。マジか。ちょっと待って、毛が詰まってる。
うわあ、自分じゃないみたいだ。だ。ここそれないし、ごめんな、ここそれやん、どここれ。ごめんなさい、ちょっとお風呂に2日ぐらい入ってないんでめっちゃ不景が出る。本当にまあ本当にこれもう一番なんですけども、応援してくださった人に対してのまあ信頼を損なってしまったと思います。なのでこれで少しでも信頼を取り戻せたらなって思ってるんですけど、難しいと思います。これからの配信を見て信頼を取り戻していけたらと思うんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう少しチャンスください。他にもたくさん迷惑かけてしまった方にも本当に申し訳なかったです。ごめんなさい、すいませんでした。反省します。本当によければこれからもよろしくお願いします。またお会いしましょう。ありがとうございました。お付き合いいただいて。